ゆうこです。今週は子どもの歌曲集「こんな静かな晩は」より「6月」をお送りしました。雨の日はどこか神秘的で、別の世界につながれる気がするのは私だけでしょうか。ジメジメしたり、雨の日外に出かけるのが億劫に感じたりもしますが、自然に目を向け、音に耳を傾けて、雨の季節も楽しんでみてはいかがでしょうか。この透明感あふれる音楽もお楽しみいただけたらと思います。それではまた来週。